はい、皆様どうも、マフロです。それでは妖怪ウォッチ2元祖続きをやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。ですね、ただアップロードなんですけども、すいません、4、5と入れた後に3をアップロードしてないことを思い出しましたというか確認できまして、順番が狂ってしまいました。本当にすいませんでした。これからは気をつけます。はい、じゃあこれはパート6ですね。やっていこうと思います。はい、時計の調子度入ろうと思います。いきなり外周かよ。そらいなかったらできないべ。さすらいそう。はいよ。悪さしに行ってんだ。またふんどしか。あっちか。まあいいか、こっちから行こう。さすらいそうといえばすれ違い通信がなんかそんな感じじゃなかったっけ。たらい回しの経過。結局 3DS でいくだけを持ち歩かなきゃいけないな。一度だけ負けても一度だけってことだよね。見事勝利すると軽くことだから、
妖怪のニックネームも。センスのある人はいい名前つけてんだろうな。はい。部屋はなんだ。なんでここだけ合成なんだこんなに。全然違うやん。どういうことや。まあいいか。そよ風ヒルズだっけ。行きますか。そんなに怒鳴ってて何でもないってない。なんだよ。言えや。長いの？はい。館長がノリでやるな。ほんまや。そうだろうね。10個か。この子供は全然関係ないのにここに泊まって聞いてたの。
ってこっちだよな。あ、こっち東か。間違えた。こっちこっち。衣装がないの。この辺か。うんうん、わかり申した。とりあえず店長、店長じゃないな、店主を探そう。開いた。お願いします。キークエスト、ん？ピピ？なんだ一体。右側って言ってたか。うん、なぜここにこれが。セーブしとけってことか。まあいいか。お前が来いって言ったんじゃん。ゲートボール。ここ入っちゃいけない。入れない。右側って言ってた。正面入り口。ここ
はい。あった。
はい。またなんかいるぞ。ここか。違う。おっぽい。パンダに負けてた。くれた。ゲートがなくなっちゃったのね。もらってきたぞ。すぐになれるから。わからないのにやったんかい。そんな研究しなくてもわかるわ。ひどい話だな。使いっぱしりかい。ちゃんとお礼くれよ。よし、お楽しみのボーナスチャンスの時間です。加減したいときに使おう。お猿の枠か、もらっとくか。お、こまちゃん。もう終わりかい。そして外れかい。時計屋に戻ろうかってキークエストをしてないのか。キークエストってなんじゃい。うん、クエストで確認してみようか。キークエストってことか。なるほどね。桜町の方が近いのかな。まあこっち先行ってみよう。ナビ。
あ、公民館あるわ。近いわ。よかったよかった。すごい髪型だな。結構見える人多いんじゃねえかい？初めて聞いたのに持ってるわけねえだろ。うんうん、そもそも持ってないよそんなの。全員使ってやっとセットが作れたくらいじゃないか。はい、できました。
ましたよ。絶対ボロ負けするだろ。よし、やってみてやろう。ボロ負けするだろうけど。そうだった、攻撃の技じゃなかった。よし、サボるなぁ。よし、
まあでものんびりとやってる俺には関係ない話かもね。チャンス。おお、大当たりだ。外れたんかと思ったよ。おお。メダル交換できる。長いけどね。はい、もう動画時間結構過ぎてるんです。早くしてください。はい、それでは時間ちょっとかなり経過しました。それでは今回はここで切っておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それではさようなら。